ナンバーアンダーラインアイマップスジャパンコリアのダブル表紙衝撃のゴートな魅力が世界を席巻新たな一歩が示す未来とは昨年、岸士歌、神宮寺歌、平野翔の3人が結成した新ユニットナンバーアンダーラインアイは瞬く間に音楽シーンを席巻しました彼らは K-POP と J-POP の境界を超えその魅力と才能でファンを魅了しています そんな彼らが今回はマップスコリアとマップスジャパンのダブル表紙を飾ることになり大きな話題となりましたこの特別な機会に彼らの挑戦と成長の物語を深く掘り下げてみましょう今回ありがたいことにマップスジャパン総冠号とマップスコリアのダブル表紙を飾ることができてとても嬉しいですと岸歌は語ります彼の言葉からは 彼らの活動が両国でどれほど重要であるかが伺えます。私たちを初めてご覧になる方々、韓国にたくさんいらっしゃると思います。日本にも結構いらっしゃるんでしょうね。少しでも私たちの魅力がマップスを通じて伝わることを願っています。ナンバーアンダーライン I のメンバーは常に新たな挑戦を求めており、その努力は彼らのパフォーマンスに如実に現れています。 彼らは、ただのアイドルグループではなく、音楽とファッションの融合を目指し、そのビジョンを持って進化し続けています。私たちはとても頑張っていて、様々な挑戦をしています。私たちのことをもっとわかってほしいです、とジングジウタは言います。この言葉には、彼らの真剣な取り組みと熱意が込められています。ゴートな魅力で世界を飲み込むナンバーアンダーライン愛のマップスコリアジャパン5が都合 このフレーズは彼らの自信と野心を表しています。マップスのインタビューでは彼らの率直な話が交わされ、その背後にある思いや努力が明らかにされました。すべてマップスジャパンとマップスコリア5月号でご覧になれます。という一文はファンにとっての誘い文句となり、彼らの真の姿を知る絶好の機会を提供しています。撮影に関わったスタッフもまた、 彼らの魅力を最大限に引き出すために尽力しました。フォトグラフィーバイパークジューク、ダイレクティッド・バイ流動イオン、キムミナ、スタイリングカツヒロヨコタ、ヘアメイクカズオミ。これらの名前は彼らのビジュアルがいかにして完成されたかを物語っています。岸シユタ、ジングジユタ、平野翔の3人は、それぞれが異なる魅力を持ちつつも、統一感を持ったビジュアルを提供しています。 ファンからの反応も非常に熱狂的です。この書籍が取扱店限定でも早手に入らない代物ってのがもったいないな。日本版のラストジグヒラで締めるの何事案件なんだけど、もはやこれ雑誌っていうか写真集じゃん、といったコメントが SNS 上に溢れています。これらの反応は彼らのビジュアルとパフォーマンスがファンにどれだけ強い印象を与えているかを示しています。ナンバーアンダーライン愛は、 これからも新たな挑戦を続けていくことでしょう。彼らの成長は止まることを知らず、その先にはさらなる成功が待っているに違いありません。彼らの音楽とビジュアルの融合は、既存の枠を超え、新たな時代のアイドル像を築き上げています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーであるキシユタ、ジングジユタ、ヒラは、マップスジャパンとマップスコリアの5月号の表紙を飾ることに喜びを表しています。 彼らのコメントからは、両国での人気と支持がどれほど大きいかが伝わってきます。彼らは、自身の魅力と才能がマップスを通じてより多くの人々に伝わることを願っています。ナンバーアンダーラインアイは、音楽シーンに新たな風を吹き込むために日々努力しています。彼らは、ただのアイドルグループではなく、音楽とファッションの融合を目指しています。彼らは常に新たな挑戦に取り組み、 その成長と進化を続けています。ファンには彼らの努力と情熱をより深く理解してもらいたいという願いが込められています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーはファッションとビジュアルの追求にも力を入れています。彼らの写真集は彼らの魅力とスタイルの表現に溢れています。スタッフの努力とメンバーの協力により彼らのビジュアルはより魅力的に映ります。ナンバーアンダーラインアイのファンは 彼らの成長と成功を喜んでいます。彼らの写真集に対する反応は彼らがどれだけ多くの人々に影響を与えているかを示しています。ファンは彼らの未来に対する期待とともに彼らを応援し続ける決意を示しています。ナンバーアンダーライン愛は今後もさらなる成功を収めることでしょう。彼らの才能と努力は彼らを次のレベルに導くでしょう。彼らのファンは 彼らの未来に期待を寄せ、彼らがさらなる成長と進化を遂げることを願っています。実際、ナンバーアンダーライン愛は日本でも韓国でも人気を博しています。日本ではドラマあなたの番ですへの出演で知名度を上げ、韓国ではメロン10日展、への出演でさらに人気が高まりました。両国で高い評価を得ているナンバーアンダーライン愛の魅力とは一体何なのでしょうか 彼らの活躍を探っていくと、そのゴートな魅力が見えてきます。ナンバーアンダーラインアイの魅力の源泉は、メンバー一人一人が持つ個性の強さです。岸士太、神宮寺優太、平野翔という三人の個性が、グループ全体の魅力を最大限に引き出しているのです。例えば、岸士太は冷静沈着な雰囲気を醸し出しながら、時折見せる強い個性が印象的です。 一方の神宮寺優太は、優雅な立ち振る舞いと繊細な表情が魅力的です。そして平野翔は、爽やかさと清潔感に加えて、どこかセクシーな雰囲気も持ち合わせています。このように、三人それぞれが異なる個性を発揮しながら、グループ全体の魅力を高めているのです。アイドルグループとしての統一感はありつつも、それぞれが際立った個性を発揮できるのが、 ナンバーアンダーラインアイの大きな魅力と言えるでしょう。さらに、ナンバーアンダーラインアイメンバーの熱意と挑戦する姿勢も見逃せません。私たちはとても頑張っていて、様々な挑戦をしています、と語るように、彼らは常に新しいことにチャレンジし続けています。ドラマや映画への出演、音楽活動、バラエティ番組への出演など、活躍の場は多岐にわたります。 そして、どの分野においても高い評価を得ているのが、ナンバーアンダーライン愛の強みと言えるでしょう。ファンからも、もはやこれ雑誌っていうか写真集じゃん、と驚きの声が上がるほど、ナンバーアンダーライン愛の魅力は際立っています。マップスジャパンとマップスコリアの表紙を飾ることで、さらなる人気の高まりが期待されます。日本と韓国の双方で高い人気を誇るナンバーアンダーライン愛。その魅力は、 メンバー一人一人の個性の強さと常に新しいことにチャレンジする姿勢にあります。マップスジャパンとマップスコリアの読者はナンバーアンダーラインアイの強ーな魅力を堪能できるでしょう。3人のそれぞれの個性が際立つ姿は必見です。さらに彼らの思いや挑戦する姿勢にも注目が集まるはずです。ナンバーアンダーラインアイの世界進出に今後の活躍に大いに期待が高まります。 日本と韓国を席巻するゴートな魅力の全貌に注目しましょう。最後に私たちの心に残る問いを投げかけてみましょう。ナンバーアンダーライン愛は次にどのような挑戦を見せてくれるのでしょうか彼らの未来にはどのような展望が広がっているのでしょうかそして私たちファンはどのように彼らを応援し続けるべきなのでしょうかこれからの彼らの歩みを私たちも共に見守り続けましょう。